我らがヒルトンの長谷桃センター、可愛かったね。可愛かった長谷桃も、嬉しかった本当に。長谷桃が出るっていうのを知ってたから、そうだから頑張ってね長谷桃って、絶対見つかるんだよ、あなたは見つかるべき子なんだから頑張ってねって、応援してるからねって、もうなんかもう何、近所のおばさんばりに連絡した、頑張ってね、見てるからね、応援してるからね言いました。嬉しい。でもそうやってこう長谷桃が入ってすぐにかな、ヒュートーンとして一緒に活動させてもらうことが多くて、すごい本当にいい子だっていうのはすごい分かってるし、なんかそれこそ少し前の時もたまたまレッスン場で長谷桃に会ったんだけど、私いつもなんかこう楽屋の隅の方にいつもこう座って携帯をいじってるんですよ、こうやってこう携帯いじってるんですけどこう何、長谷桃がその遠くにいたんだけどね、私を見つけて走って駆け寄ってきてくれて、小走りで駆け寄ってくれて、駆け寄ってきて、まなかさんおはようございますみたいな、おはようございますみたいな感じで、めっちゃ笑顔で、その前にすごい中で練習してたのに、多分舞台、あのマジムリの舞台の練習してたのに、こっち来てまなかさんおはようございますって言ってくれて、でまたすぐ行かなきゃいけなかったから、あ、じゃあ行ってきますみたいな感じでこうまた戻っていったのを見て、本当に素直でいい子だなって思ったし、それこそヒュートーンの時も本当に一人だけ、やっぱりその活動してる期間が短かったから、まだ入ってから、それこそやったことない曲も多かったし、長谷桃自体 AKB のことを全然知らずに入ってきてるから、曲もわからない曲が多かったんですよ。すごく大変そうで、でもそれでも絶対にもうなんか次の日とかにヒュートーンで合わせますとかなったら、できなかったところができるようになってることもすごく多かったし、本当に努力を惜しまない子だなっていう風な印象があったので、そうだから本当に選ばれるべくして選ばれた子だなって私は思うから、だからもう本当に頑張ってほしいなって思うし、なんかそれこそ今一番 AKB の中で最年少だから、今中学校2年生ね、だから皆さんもそれこそ長谷桃のファンの方とかはね、優しく守ってあげてほしいなと思います。長谷桃のファンの方には大切にねしてもらえたらいいなと。そう、あ、今日ね、あれですよね、歌番組にねメンバー出てますね、あの長谷桃がねフラゲセンターだったっていうことで、すごいですね、センター、すごい、びっくり。見ましたよ、ちょっとだけなんか映像みたいなの。めっちゃそう、今日そのみんなマイク調整で行ってたんですけど、劇場にね、その時長谷桃センターでってすごいって言ってた、うん、やっぱ顔強いなって言ってみんな言ってました。すごいですよ、あれでまだ14歳ですからね、もう AKB を担う、将来の AKB を担うきっと人になってくれるんじゃないかなっていう風に。やっぱあんだけファンの人にも顔面国宝って言われてて、メンバーツイッター見たけど、メンバーもね、長谷桃センターでってこうみんな長谷桃長谷桃って書いてるって、なかなかすごいなって思うし、顔の強さはゆりなさんだって負けてないじゃん全然だ、負けてるわ、全然負けてるわ。うち人から顔面国宝って言われたことないし顔面が強いねとか言われたことないからね、全然負けてるわフレッシュさでももう22だからね、フレッシュさはちょっと22ではもうちょっと違うよね22でフレッシュさ違うもので頑張っていこうかな。いやー22歳、頑張りますけど頑張りますけど、やっぱりチャンスは少なくなってくるんじゃないかなっていうのは思いますね。やっぱりね、こうやっぱりこう長谷桃みたいにさ、こう期待の新人ちゃんがたくさん いるから、やっぱりこうね、もう新人ではないですからね、もう中堅ですから、なんならもうちょっと8年目になっちゃうので、そう、ちょっとなかなか未来より終わりの方が近い気もするので、
頑張りたいと思います。また選ばれたいな、歌番にまた出たいな。私一応2回出させていただいたんですけども、あれが最後じゃないことを願って毎日頑張りたいと思います。咲く前に枯れるのだけは嫌なので。遅咲きの花でも咲いて散りたいですね。頑張りたいと思います。この頑張ってきた7年が無駄ではないというように頑張りたいと思います。イエーイ。長谷川ももかちゃんがセンターで、フラゲが始まったわけですが、可愛いね。ほんとこうやってキラキラってしながら可愛いなと思いながら見てた。ヒヤヒヤですが、エイトリオ、エイトリオヒヤヒヤだよ。もう勢いすごいんだから。うん、おいしい。14歳に見え、ほんとだよね、綺麗。はじももちゃんほんとに可愛い。うん、すごっ。はじももトレンドに、すごい。はじもも、クラゲ効果がすごい。可愛い、見つかりますね。レミちゃん、ひゆかちゃん話したことないんだよね。今日もはじももと初めて話して、はじめまして西川玲ですって話しかけたら、あ、知ってます知ってますみたいな。可愛かった。はじももはみんなから愛されるタイプだと思う。可愛いなと思う。佐藤とかもそうだけど、人懐っこいね。きっと人懐っこいと思います。すごく憧れる、そういう子。本当に憧れる。昔からすっごく憧れる、そういう子。自分にはないものだよね。まなかちゃんとかあやかちゃんとかくるるんと26公演中なので、レッスンで結構話したりするんだけど、はすもものことめちゃめちゃ褒めてた。ヒュートンで一緒みたいだし、3人が褒めるって本当にいい子なんだなって思った。やっぱ礼儀とかすごくしっかりしてるからさ、あの3人が、あやかちゃん、まなかちゃん、くるるんがね、16期ですごくね厳しく鍛えられたというか、そういう経験を持ちながらあれだけ褒めるって本当にいい子なんだなって思いながら話を聞いてた。みんな見ましたか、ももかの、はせももの見ました。え、長谷桃トレンド入りしたと、すごい。おみずきの夢の一つ、私もねいつかトレンド入りしてみたい。おみずき FC って、おみずき FC トレンド入り、これ面白かよね、めちゃめちゃ。なんだろう、なんかね、もうなんかね涙が出そうなぐらい、なんかもう頑張ったなと思いました。なんかそう、なんかもう1年前まではメイクすらできんくて、メイクもできんような、できんような、そんな子がさテレビでさドカーンって出てさ、もうなんかもうか頑張ったなーって。うん、でもすぐ連絡しました、お疲れ様って。もう最高に可愛かったよ、ちょっと写真もいっぱい撮りました。でそう、家族で兄月と今日はお母さんと3人で見ました。もう可愛かった、めちゃめちゃ、とりあえず可愛くて。そう、兄月も言ってましたよ、ももか可愛かねーって言って、可愛かやろ、生で見たらもっと可愛かばいって言って。そう、兄月に、おみずきチーク塗ってって言って、メイク自分でなんかできんくて、まだおみずきチークだけおみずきにとか言って、私のなんかメイクしおるときにずっと私にこうやって顔を近づけてきて、それではいはいっつってこうつけてあげてたんですよ。もうそんなことを思い出したらなんか、あ、感動しちゃって、とりあえず感動しました。私はもう親ですよ、親目線になってしまった。なんかもう嬉しかった、もうとりあえずなんか嬉しかったですね。で何回も見た、今さっきテレビで、立派になったなって。いや、そう、確かにまあ、頑張らないといけないですね、私も。確かにね、それはそうだ。全然なんかこう新人っぽくなかったよ、本当に堂々としとって本当に良かった、うん、っていうのを
めちゃめちゃ送ったんですよ LINE で、ありがとうございます先生って来ましたありがとうございます先生どういうことよって言って、そうこれから来るじゃないですか時代が、ちょっと水木も負けんように頑張ります。水木も頑張りますよ、皆さん応援してください、ぜひお水木の応援も。あ、AKB さん歌番組出てた、テレビで やるって分かんなくてテレビでは見れてないけど、ツイッターのトレンド最近よく見るけど、センターってなんかあったからなんだろうと思ってみたら AKB で嬉しかったAKB のやつがなんかセンターの子、チームメイトの子、そう長谷川さんかな、可愛かった、すごいなんかああいうのってやっぱ話題になりますね、もうみんなキラキラしてて可愛くて、うわー AKB だーキラキラしとるって思いましたなんか嬉しい、トレンド入りセンターってやってたあれ AKB センターのことねやったらめっちゃ嬉しいですし、もう注目してもらいたい、もっともっと可愛い子多くて、福島の子かな、うん、可愛い、なんかおしゃれだし前髪の感じしかもなんかゆいゆいとかセンターでこいちゃんこのやつなんか見たんですけど、やっぱなんか安心する、なんかわーってなる、可愛かったです、めっちゃ大人っぽい子です、ね大人っぽいと思いました、前髪とかやっぱ分けたりするとみんな大人っぽい。NHKT もいつか歌番組ね出たいけど福岡なのでね、しかも今の時期大変、俺も前髪巻いて大人っぽくなるかなえ女の子かな